クノッソスのエピメニデスエピメニデスは古代ギリシアの伝説的な詩人、予言者である。ギリシア七賢人の一人に数えられることがある。エピメニデスと長母音表記されることもある。クレタ島のクノッソスの生まれで、プラトンによれば、紀元前500年頃アテナイで予言を行ったと言われ、またアリストテレスによれば、紀元前600年頃にアテナイを清めたとされる。 エピメニデスについて最も長く記述しているのはディオゲネス・ラエルティオスで、それによるとかつて父の命令で迷った羊を探しに出かけ、昼の暑さに洞窟の中で眠り、ついに57年間眠り続けたという。彼が紀元前596年にアテナイを清め薬病を食い止めた方法とは、黒い羊と白い羊を手に入れて、アレオスパゴスで話し好きな方向へ走らせ、 それぞれの羊が横になるところでその土地に関係のある神々に犠牲を捧げるというものであった。この時のエピメニデスの提案でアテナイトクノッソスは同盟を結び彼は帰国後亡くなった時には157歳または299歳になっていたという彼の遺体はスパルタに保存された。クーレテスとコリュバンテスの起源、新闘機という五千行の死と 犠牲とクレタの国政について、ミノスとラダマンチュスという四千行の三文を書いた、とも伝えられる。アテナイやスパルタ、クレタについていくつかの予言を行い、家や畑を清めたり神殿を建てたりした、最初の人でもあった。アテナイの改革者、ソロンとは、書簡のやりとりがあったとも言う。プルタルコスによれば、ソロンは、エピメニデスの助けを得て、犠牲や、 奏霊の習慣を改革したという。パウサニアスは、エピメニデスの遺体の皮膚には、おびただしい文書が入れ墨されていた、と報告する。ギリシアでは、姿勢は、奴隷の習慣であり、あれほど同時代者に尊敬されていた人としては奇妙な、ことで、中央アジアのシャーマニズムとエピメニデスに何か関連があったのでは、と推測する学者もいる。髪を長くしていて、 クレタ人のようには見えなかったという記述がディオゲネスにあり、彼の出自も明らかとは言い難い。エピメニデスの死と称されるものが、新約聖書、死と行伝17章28節と、テトスへの手紙1章12節に言及され、特に後者は、エピメニデスのパラドックスとして、自己研究のパラドックスの例に挙げられる。1908年に、バートランド・ラッセルが、 語理論についての論文で、この、すべてのクレタ人は嘘つきだ、とクレタの預言者が言ったという一説を有名にしたので、ある。ありがとうございます。